長岡工業高等専門学校は、新潟県長岡市に所在する国立の工業高等専門学校である。愛称は、長岡高専、英略は、ニットン区。設置、運営者は、独立行政法人国立高等専門学校、機構。1号館長岡市に、かつて存在した工業専門学校の略称は、高専で、読みが同じであるが、 本校高等専門学校とは異なるものである。学校の前身は、長岡工業短期大学で、高等専門学校制度が発足した1962年に、国立高等専門学校第1期校12校の一つとして設置された。本科5学科、専攻科3専攻で構成し、本科は約1000名、専攻科は約40名。 合計1000名以上が在学している。学校は小高い丘の上にあり、学校までの坂道は、学校関係者の間では、高専坂と呼ばれる。また、すぐ近くには、悠久山公園や長岡市営スキー場、東山ファミリーランド、長岡大学などがある。長岡高専が立地している、長岡市西片海町付近は、高架の下市にあるように、 高次第と呼ばれているが、それは昭和の大合併で長岡市に編入されるまで学校の所在地が越郡住か吉村だったことにちなむ。学校指定の制服はなく、私服による通学が可能である。大学へ進学する場合は、編入学制度を利用することによりセンター試験を受けずに国立大学3年次へ編入学することも可能である。 長岡高専から大学に進学する学生の大半は長岡技術科学大学への編入学である。また、長岡高専専攻科への進学が多い。他には、新潟大学、東京大学、京都大学、東北大学などへの進学実績がある。英語表記については、長岡工業短期大学当時は長岡テクニカルカレッジ、NTC であった。 英略称については NNCT が用いられることが多いが、英略称が NNCT となる光線が全国に複数存在するため、特に他光線との交流の際などは、名カンクトという略称を用いる場合もある。なお2015年度より、ナショナルインスティチュート・オブ・テクノロジー、長岡カレッジに変更されたが、ロゴマークについては、 変更前の NNCT をモチーフにしたものを使用している。人類の福祉と地球環境に配慮できる人間性と倫理観を持った技術者の育成優れたコミュニケーション能力と国際的視野を持ち多様な価値観を理解できる技術者の育成早期技術者教育の特徴を活かし科学と技術の基礎を身につけた。 健全で創造性豊かな技術者の育成工学の専門知識とものづくりのスキルを兼ね備え、情報技術を駆使できる技術者の育成。多面的思考力と計画力を持ち、課題の解決と技術の開発を実行できる技術者の育成地域の産業と社会に連携し、時代の要請に応えられる実践力のある技術者の育成自発的学習能力を身につけ、 継続的に自己啓発のできる技術者の育成本科は以下のご家庭が設置されている。各学科一学級で編成されており、各科の専門教育並びに一般教育科の一般教育を受講する。物質工学科は4年次より材料工学コースを呼び、生物応用コースに分かれる。5年生の一貫教育を経て、卒業者は純医学士と称することができる。 専攻科は以下の3課程が設置されている。2年間の専攻科を卒業すると学士の学位が授与される。以前は大学評価、学位授与機構の行う審査及び試験を受ける必要があったが、現在は卒業と同時に本学から学位が授与されている。1号館総敷地面積は12万1810平方メートルであり、 そのうち野球場が17,124平方メートルを占めている。かつては職員宿舎が敷地の隅に存在していたが不安定な森土の上に建てられており、また地区40年近く経過していたため、新潟県中越地震において損壊した後、再建は行われていない。学校施設や学生寮にはほぼすべての部屋が乱でつながっており、 インターネットを使用することができる。4号館6号館授業や、卒業研究等で使われる施設は、以下のものがあり、以下の建物館では1階から3階レベルの渡り、廊下で接続されている。高資料1号館本校は、学校敷地内に、学生寮を備えており、男子学生寮を、高資料女子学生寮を、清芝寮と称する。高資料は1号館。 2号館、3号館、4号館、4号館増築で、清芝名寮は一棟のみで構成されている。これら合計で300名以上が入居できる要領を備えている。学生寮への入寮は希望制で、1.2年生の間は基本的に希望すれば入寮可能。ただし、人数超過の場合は入寮できない。高志寮と清芝名寮のどちらとも、1年生は、 指導寮生と呼ばれる2.3年生と同室で生活し、指導寮生は寮生活についての指導にあたる。図書館は、本校の学生や職員はもちろん、学外の一般の人も利用できる。図書館の2階には、和書、洋書を合わせて107,451冊の蔵書があり、さらに雑誌が1,689冊ある。 図書館内は携帯電話の使用や飲食は禁止である。自由に利用できる、図書検索用のパソコンが2台設置されているほか、DVD や LD を鑑賞することのできる席が4席、読書や勉強用の席が70席設置されている。なお、地震後に改修工事を行ったため、改修工事前よりも広くなっている。また図書館の1階には、学習室が3室。 学習コーナーとブラウジングコーナー、情報検索室がある。情報検索室にはコンピューターが10台設置されている。敷地内には以下の体育施設がある。学生食堂は福利施設棟の1階に売店はその手前にある。売店内には大広銀行の ATM、コピー機が設置されていて、ジュース、パン、お菓子などが販売されている。 先進館の2階は、主に文化部の部室と学生会室となっている。情報処理センターには、第1端末室、第2端末室、第3端末室の3つの端末室があり、合計で約100台のパソコンが導入されている。学校のサーバーもこの建物内の一室で管理されている。サーバールームへの学生の立ち入りは不可。また、 すべての教員や学生に長岡高専のドメインのメールアドレスが与えられ在学中は自由に使用できる。地域共同テクノセンターは地域に開かれた高等教育機関として2002年11月に校舎6号館の1階部分に設置された。2006年に3号館が新しくなってからは3号館の2階へ移った。このセンターは 地域産業との共同研究などを積極的に推進することを目的とし、2003年度では企業会員が108社、個人会員が13人加入している。部活動の参加は自由性であり、複数の部活に同時に兼務することも可能である。学生会の中に部活動推進支援部が置かれ、以下の部活動が活動している。 1997年に設立されたロボティクス部は、アイデア対決、全国高等専門学校ロボットコンテストや、ハイロ創造、ロボコン、ロボカップジュニアなど、様々なロボコンに参加して、優秀な成績を収めている。2017年には、各校から2チームずつ出場するアイデア対決、全国高等専門学校ロボットコンテストにおいて、 史上初の2チーム同時全国出場を果たした。2017年ロボカップにて、2017年に開催された国内外の大会6大会において、すべて優勝。2018年カナダモントリオールで開催された、ロボカップ2018世界大会にて、準優勝を果たした。文化祭は年間通して、最大の行事である。 特に3年に一度行われる高司祭は規模が最も大きく、過去にはドラゴンアッシュやアンダーグラフ、さらに遡れば当時の教授と同じ大学の卒業生だったエポのライブも行われた。年2回の両祭が最も盛り上がり、露店や演劇なども開催される。年度末には学生から募集した文章などを掲載した冊子、断層が発行され、 全寮生へ配布される。高専に入学するためには、高等学校と同様、中学校卒業、または中学校卒業程度の資格が必要である。また、帰国子女の枠も用意されている。高専3年時からは、海外から留学生を受け入れている。高専4年時へ、編入学する場合は、高等学校卒業、または、同程度の資格を必要とし、 編入学試験を受ける必要がある。専攻科に入学する場合は、推薦入試、一般入試を受ける必要がある。地震で崩落した寮への道路2004年10月23日に、旧北大沼郡川口町が、震源の新潟県中越地震により、放射並びに、学生寮が甚大な被害を受け、休校となった。 新潟県中越地震の旧長岡市の最大震度は、公式のものとしては、長岡市役所付近での震度6弱であったが、学内の非公式な震度計では、震度7を観測した。そのおよそ1週間前の10月17日に、ロボティクス部は、高専・ロボコンの全国大会への出場権を得ていたが、地震のため校内での活動が不可能となった。しかし、被害が、 同校に比べ少なかった長岡技術科学大学の協力により全国大会へ出場した。また、地震発生直後から長岡高専の OB や他の高専などから多くの義援金や支援物資が送られた。所在地、新潟県長岡市西片会町888番地最寄り駅、JR 長岡駅。長岡駅は、 上越新幹線を呼び、新越本線の駅である。上越線を経由する列車にも乗車できる。長岡高専へは、越後交通が運営しているバスを利用できる。長岡駅、東口バスターミナルから乗車する。また、平日の朝には、高線直通のバスも2本運行される。長岡市上空は、飛行機の航路になっているが、長岡市に、 空港は存在しないため、最寄りの空港は、新潟市の新潟空港である。ありがとうございます。